これから第4回の B3 ゼミとして間が発表させていただきます。今回の内容はこの中の一番最後の文脈紹介、文脈解析について発表します。今回今までの書籍と一個追加して、さらにこちらの書籍を参考にさせていただきました。今日の内容は以下の通りです。まず最初に文脈解析で何をすることかについて簡単に説明します。文脈解析とは、今まで形態層、構文、意味と3つの解析をしてきたんですけど、それって多分1つの文が対象になっていて、こう文脈解析はそうではなく、複数の文を対象に解析をしていくものです。例えばこう前後の文で意味的なつながりがあったとか、あとはもう前の文とかで説明されたことに対してこう言及していくとかっていうことで、代名詞とか省略とかが頻繁に起こるので、それを対象に行っていきます。次に小音について簡単に説明します。小音っていうのは、例えばこの上の例文だと、ケンは本を取り出しそれを読み始めたってあるんですけど、このそれっていうのが、本を指しているということなので、本が先行詞で、それが小音詞というふうに当たっていて、代名詞が出てくるような文のことを小音と言います。で、先行詞が先に来るもので、そのそれっていう代名詞が、前の方に指しているっていうことを前方小音と言います。簡単にこう下のように、そこでしか見られない動物の保護が必要であるから、小笠原に空港を作る計画はなかなか進まないっていう文章だと、それっていうのが小音詞で、小笠原っていうのが先行詞で、それっていうものが後に来る小笠原を指しているので、今度は後方小音というふうに言います。次に共産小音について説明します。例えばこう、太郎は花子にメールを送った、彼女からの返事を待って太郎は出かけたっていう文だと、この太郎と太郎が同じ人物を指しているだとか、花子と彼女が同じ人物を指している、同じ実態を指すということを共産小というふうに言います。ここで小音と共産小の関係について説明しておきます。例えばこうリンカーンについてのこういう記事があるとすると、例えばこうリンカーンと同大統領っていうのと彼っていうのが、それぞれこう前の文を指す小音という関係にあって、でそれぞれが同じリンカーンを指す共産小という状態にあります。次に小音解析について説明していきます。小音解析でやっていくことっていうのは、小音詞の指示対象を推定すること。例えば、大体代名詞とか来るんですけど、その代名詞が何を指しているのかっていうのを特定していく解析になっています。小音関係がもうこう振られているデータに対して、以下の2つの手法で解析を行っていきます。まず一つ目の人手で作成した規則を用いた、小音解析について説明していきます。これは中心化理論というものを使いまして、文の焦点というものが、それぞれの文で何になっているのかというのと、それがどう映っていくのかというものを捉えていきます。例えばこう以下の3文があったとしたときに、太郎は学校から帰ってきた、で2文目で太郎は次郎と一緒に食事をした、彼は次郎と一緒に食事をしたっていう文があるんですけど、その彼っていうのは太郎を指しているだろうと。で次に、
3つ目のその後彼は夜の散歩に出かけたってあるんですけど、この彼は太郎なのか次郎なのかで、そこで、人手で作っておいた貴族というものを使って、例えば2文目で、彼っていうのが太郎を指しているから、3文目で、彼が太郎を指すか次郎を指すかっていうと、太郎を指す、続けて同じものを指した方がつながりとしてはいいよねっていう規則を使って、今回は太郎の方が最らしいだろうという結果になります。次に統計的な解析について説明していきます。小詩について、先行詩がついているタブ付きコーパスを用いた手法なんですけど、小詩が与えられた時に、小解析っていうのは、文脈詩が与えられている時、先行詩の中で最も確からしい候補、いい愛を見つける問題っていうふうにすることができます。文脈詩を蘇生の集合って考えると、ベースの定理からこのように式変形をすることができます。ここで蘇生っていうのは、選択制限、例えば、食べるっていうものの目的は絶対食べることができるものじゃなきゃいけないとか、食べるっていうものの動作物っていうのは絶対にこう、生き物じゃなきゃいけないとか、そういった制限ですね。で、先行詩候補の最新性っていうのは、最近現れたものほどこう支持対象にしやすいっていうものですね。こういうのを自分で入れていって、もっともらしい候補を見つける手法です。次に省略について説明していきます。省略は日本語でよく使われているんですけど、例えば部屋には年老いた男性がいた、眠っているようだったっていう文章があった時に、ここの動作主が全く書いてないですよね。で、ここにあるように、これって前の文脈から分かるように、これの動作主は年老いた男だったとだろうと分かるんですけど、小の時にはあった代名詞みたいなものがここで一切取り上げられていない、代名詞がないっていうことで、省略された小詩のことを、ゼロ代名詞っていうふうに言っていて、こういうふうに小詩が省略されているという場合を、ゼロ小詩と言います。次に省略解析について説明していきます。先ほども言った通り、省略されてしまった、ゼロ代名詞というものが、何なのかというのを特定していく作業になっています。大きく分けて2つあって、ゼロ代名詞の特定を独立した問題として、特定していくっていう風な問題があって、それは各フレームを使って、先ほども言ったが選択制限とかを使っていて、ここに何が入りうるかというものを推定していくものです。で、もう一個は文章内から見つけていくという手法があるので、そちらについて説明していきます。文章内からの同定方法として、これもまた大きく分けて2つあるんですけど、1つ目が規則ベースというもので、何を使われた時に、その省略が起こりやすいかと。例えば助詞の「は」が「に」をっていうものの順で、これが「誰々は」とか「誰々が」とかっていうふうに出てきた時に、それが省略されやすいっていうふうな規則を使ってやっていくという手法です。で、もう一個が、述語の選択制限を用いる統計的な方法なんですけど、ゼロ代名詞を持つ述語、省略の起こった各先行詞の候補っていうものの統計量を、計算していく手法です。これは これをやるときに、自己総合情報量、PMI というものも使われています。次に、
その自己総合情報量 PMI について説明していきます。ゼロ代名詞を持つ述語 V、 出力の起こった過去を C、 先行思考法 N ってしておくと、まあ、あの CV と N の関連度合いというものを指していて、まあ、それは、まあ、このように全体の起こる確率を、全体が同時に起こる確率を、まあ、N と CV それぞれで起こる確率で割ってあげて、まあ、ログを取ったものになっています。で、これが0になるときっていうのは、まあ、N と CV がそれぞれ独立である、まあ、お互いにこう影響し合わない関係になっていて、これが正になるときは一緒に起こりやすい、これが負になるときは一緒に起こりにくいというふうな関係になっています。このようにして、まあ、関連度合いから少しずつこう同定していくという方法もあります。まあ、最後に、まあ、今日やった内容について、まあ、今日は文脈解析について説明して、まあ、省略共参照、省解析、省略と省略解析について説明させていただきました。と、まあ、これで説明を終わります。ありがとうございました。